はい、どうも一般人でーす。今ね、AE86 の今ね、燃料ポンプを外してあるんですけど、こっちのね、ストレーナーのね、ステーの方もね、結構錆びちゃってるんで、このね、ワイヤーブラシを使って、この錆を今から落とします。これです。本当は交換した方がいいんですけど、あまりお金がないんで、あと作ってるかどうかも分かんないんで、再生できるところは再生利用してます。再利用してます。できるだけお金をかけないでチューニングするというコンセプトでやってます。下の、ね、ゴムなんかも部品、ね、生産終了だったし、トレーナーは、ね、新しいの取りました。フィルターまだあったので、あとタンクの中もちょっとエアガンで掃除して、サビとかねちょっと払いたいと思います。はい、じゃあね、このエアガンで、掃除します。タンクの中もね、軽く掃除しておきます。燃料タンクはここ変えるか。はい、燃料タンクは、ここにね、穴があるんで、この穴を、清掃します。これ入れてちょっとね、ちょっとね、中がね、どうなってるかちょっとね、見てみましょう。自分もね、見えてないんですよね。見えんのかな、どうか、どういう感じですか。見えますかね、これで見えるかな。あ、結構、やっぱりね、サビが全般的にすごいですね。結構錆びてるようです、燃料タンクとか。こんなにね、錆びちゃうんですね、腐ったガソリン入れておくと。なんでね、皆さんもガソリンはこまめに交換しましょう。取りようがないんで、ある程度取ったらこのまま、つけていきます。一応ね、燃料入れるときに錆止めのやつまで入れとこうと思います。はい、じゃあね、ちょっと燃料タンクの中見たんですけど、かなり錆がね、ひどいですね。これ通常だと交換になると思います。ただね、今回ね、ちょっと別の車とか入ってきちゃうので、ちょっといつまでも上げておけないということで、とりあえずこのままつけて、とりあえずは動くようにしたいと思います。まあ、在庫がね、もう作ってないんで、あるかどうかも分かんないんですけど、まあね、部品がある人は、できれば燃料タンクも一緒にね、交換することをお勧めします。ちょっとね、これは自分の車なんで、とりあえずこのまま
動かせるようにだけしたいと思います。バイバイ。はい、じゃあね、今度ね、このね、燃料ポンプもうサビサビでダメなんで、こっちのね、新品の燃料ポンプ、これです。こちらにね、付け替えていこうと思います。かなりね、全然見るからにね、違います。形は一緒ですね。こんなにね、錆びちゃうんですね、燃料ポンプもね。やっぱりガソリン早めに交換した方がいいね、これは。端子もね、結構ネジはついてるんで、このまま付け替えていきたいと思います。まずはね、このホース、上のホースからセットしよう。ちょっとキャップを、ね、して外します。これあるね、これ燃料タンクの下につく、ゴムのね、スペーサーなんですけど、ここも溶けちゃってね、本当は交換したいんですけど、なんとすでにね、部品の生産が終了してるということでね、まあ、これもね、まあ、渋々再利用するしかないですね。再利用します。もうね、なかなか昔の車はね、乗るのも大変ですね。直すのも直す。なかなかきついかもしれないですね。あ、いや、入るだろうね、多分ね。ただもうちょっと入りそうな雰囲気はある。ちょっときついかな、多分ね。あ、入りました。音が。少し入ったかな。あ、あんまり叩くとね、こっちプラスチックが追っかけちゃいます。あ、これでなんとかこう横に見るとね、こう出てきたんで、これでなんとかいけると思います。大丈夫だね。燃料フィルター、あ、燃料ポンプとね、一緒にセットで入ってきたこのちっちゃいクリップ、これをつけます。こちらですね、このこういう丸いクリップがあります。これをね、このピンのとこに、ここにね、つけていきます。ちなみにこうね、山になって出っ張ってるの多分見えないね、見えないけど、こう山になってる方が、上側ですね。
これで入れます。上から多分ソケットでね入れるタイプです。ソケットで、はい、留守番にしてました。でこういうね、こういうソケットですね、これ大体ねここに合う形のやつを今持ってきました。まあ、こういう感じにして、上からねソケットこういう感じです。上に乗っけてこれをね叩きます。多分大体こういう感じで入れないと入れないですね。指ではね、ちょっと押しても入らないんで、ちょっと下でやります。このように取り付けが完了しました。見えるかな、こういう感じですね。ピンボールかな、近い。これで、まあ、外れないんで大丈夫です。じゃあね、下のブラケットをつけてつけていきましょう。このように取り付けました。じゃあ早速ステーにね今度つけていきましょう。